それでは DNA の長さを求める問題について解説します。では問題文を読み上げます。ある DNA の分子量は 3.3×10 の9乗であった。またヌクレオチドの平均分子量は 3.0×10 の2乗であった。隣り合う塩基対間の距離を0.34ナノメートルとすると、この DNA の長さは何ミリメートルになるか。四捨五入により小数点以下第1位まで求めよう。 まずこの隣り合う塩基対間の距離を0.34ナノメートルとするっていうのはどういうことかというとこれを DNA だとした時にこのはしごを DNA だとした時にこの塩基対と塩基対の間の距離が0.34ナノメートルってことを表してますあとはこの塩基対が何セットあるかを求めればこの塩基対 塩基対と塩基対の間の長さにこの塩基対の数をかければこの DNA の全長が求められるわけですここにある点点点は長く同じような構造が続いているよってことね今回は塩基対を1対2対3対4対5対6対しか描いてないけどもこれは本当は長く続いているってことね賢い子の中には塩基対の数引く -1 に塩基対間の距離をかけないと この DNA の全長が出ないんじゃないのかなって思った方もいるかもしれないけどそのことについては最後に検討しますでは次に塩基対が何対この DNA にあるかを数えてみますまずはヌクレオチドの数を数えます1つのヌクレオチド、ね、リン酸糖塩基ね、1つのヌクレオチドの中には1つの塩基が含まれるからヌクレオチドの数を調べれば 塩基対の数の情報が得られることになりますつまりヌクレオチドが1個2個あればそこには塩基が2個あることになります同じように考えてヌクレオチドが1対、ヌクレオチドが1対あったら1塩基対がそこにあることになります対っていうのはカップルっていう意味ねこのように dna はヌクレオチドがたくさん集まったものですでは何個 このの DNA 中にちょっと不正確だけど分子量を重さに例えると DNA の重さは 3.3×10 の9乗またヌクレオチド1個の、ね、平均的な重さは 3.0×10 の2乗だから、ね、DNA 全体の重さが 3.3×10 の9乗でヌクレオチド1個の重さは 3.0×10 の2乗なんだから ヌクレオチドの数はこうなるわけです。例えばレゴブロックでできた作品の重さが 3.3×10 の9乗だったレゴブロック1個の重さが 3.0×10 の2乗だったではそのレゴブロックの作品が何個のレゴブロックでできてるのかなって知りたかったらレゴブロックの作品全体の重さをレゴブロック1個の重さで割ればいいよねそれと同じ計算をしていますさてこのようにヌクレオチドが ね、この DNA の中に何個入ってるかが分かりました、ね、ちょっとねあのぐちゃぐちゃの数だけどこれだけの数 DNA の中にヌクレオチドが入ってることが分かりました次にヌクレオチド対の数を求めると、ね、ヌクレオチドの数に1 2分の1をかけたものがヌクレオチド対の数になります、ね、ヌクレオチドが2個あったら1対ヌクレオチド対があるわけだから、ね、ヌクレオチドが2個あったら1対だから1対。 これだけあったらその半分の数だけヌクレオチド対があることになります。まあえっと人が二人いたらカップル一組ね、人が四人いたらカップル二組ね、人の数とカップルの数はね人の数の半分がカップルの数になってるよね。ヌクレオチドのカップルの数はヌクレオチドの数に二分の一をかけたものになるわけですね。では必要なデータが得られたので計算していきます。 ヌクレオチド対の数が分かったつまり塩基対の数が分かったで塩基対間の距離も、ね、分かっているではこの DNA の全長を計算していきますこの DNA をはしごに例えればはしごの棒の数がこれで棒と棒の間の長さがこれかければこのはしごの代替の長さが出るわけですちょっと大変だけど計算すると このような値になりますだけどこのまま回答用紙に書いたらバツになってしまいますね今回は何ミリメートルかって聞かれてるからちゃんと何ミリメートルですって答えなきゃいけないね、ナノメートルをミリメートルにまず直します生物の問題は最後の答え方にね、最新の注意を払わなきゃいけない何ミリですかって聞かれてるのに何ナノメートルですって答えたらバツになっちゃう ナノメートルをミリメートルに変換します。ちょっと慣れないうちは大変かもしれないけど、ナノメートルの値に10のマイナス -6 乗をかけると、ミリメートルに単位が変換できます。そして最後に四捨五入をして答えが出るわけです。答えは1.9ミ、mm、リメートル。では最後に塩基対の数、つまりヌクレオチド対の数引く -1 に塩基追加の距離をかけないといけないんじゃないのかなって、 思っったた方のためにちょっと、えー、検討してみます確かに小学校で勉強したかもしれない木が3本あったら木と木の間の距離は2つしかないよねでは実際に計算してみましょうこの塩基対の数つまりぬくれ落ちド対の数そこから1を引いたものに塩基追間の距離をかけてみますちょっとこれ同時に単位の変換もしていますナノメートルを ミリメートルに変換しています10の -6 乗をかけてナノメートルをミリメートルにここでね同時に変換していますそしてこちらは少し細かい計算を丁寧にやっていきますすると答えがこうなるわけですするとやはり先ほどの答えとは少し違ってきてしまったやはり延期追加が一つ分の長さの違いが出てしまっただけどこれよーく見てくださいこの赤で示した部分これ 0.34×10 の -6 乗っていうような違いですこれ計算するとどうなるか 1.87-0.34×10 の -6 乗を計算するとどうなるか計算結果はこうなるわけですこれを四捨五入するとやっぱりさっきと同じ答えが出てくるんですねつまり今回の問題のようにこのような四捨五入により小数点以下第1まで求めようなんていう大雑把な指定をしてくる問題では この1塩基対分の誤差なんか十分無視できるんですね。だから1をわざわざ引かなくてもいいんです。塩基対の数に単に塩基対間距離をかけて DNA の全長を出しても良いんですね。では最後に解き方の復習をしておきます。ヌクレオチド対の数を出す。ね、ヌクレオチド対だから気をつけて。ヌクレオチドが2個あったらヌクレオチド対は1対だからね。 塩基が2個あったら塩基対は1対、ね、ヌクレオチドの数に2分の1をかけてヌクレオチド対の数を出します。それに塩基対間の距離をかけてあげれば DNA の長さが出ます。最後に答え方に注意する。何を試写誤入するのか、そして単位は何なのか、どんな風な指定があるかね、ね最後必ず問題文を見て注意する。ね。ではご清聴ありがとうございました。もう一度自分で解き直してみてください。